Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。大井競馬場、天候は晴れ、馬場状態は寮で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。8番時間速報がやはり行きました。スペシャルロード。その外からは11番ストロークメロットアサシンディフェクトが並んでいます。かなりばらけました。クレバーサンライズ。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。破産大先生、直線の伸び足はどうか。先頭時間走行、時間走行が大きくリード。内から懸命にミルクパンプリンセスナーちゃんが3番手。先頭時間走行、時間走行が大きくリード。ストロークメロットも懸命に追う。2番手にプリンセスナーちゃん。この辺りで先頭はストロークメロット、ブレイズウォッド氏も懸命に追う。ストロークメロット先頭1着、2着はブレイズウォッド氏、3着スペシャルロード。第1レース1着11番、2着4番、3着下番、以上のように確定しました。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先に行くのはどの馬なんでしょうか。バランレジェンドが行く構え。そして14番11番ユニライト、内を通ってメガオヤツダワールド、その外ティガーマン、そしてその後ろから1番ワイルドアイズ、ティガーウーダーローが並んでいます。さあ歴史に名を刻むのは果たしてどの馬か。バランレジェンド、まだ先頭。先頭はバランレジェンド、5番ダイヤモンドガイ、11番ユニライプ青い帽子、メガオヤツダワールド。先頭はバランレジェンド、この辺りで先頭はメガオヤツダワールド。内から懸命にダイヤモンドガイかわした。2番手にビジットだ、メガオヤツダワールド。先頭1着メガオヤツダワールド、2着ビジット。第2レース1着6番、2着9番、3着7番、以上のように確定しました。
プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。先頭に立ったのは3番ブラッサンテ、第3コーナー、それから5番ヤエバブテキ、そして1番人気のヨージマッケンジー、なかなかいい感じ。そのうちにスカンピー、それからもう1頭12番ゴールドシーザー。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。ヨージマッケンジー直線の伸び足はどうか。先頭ブラディサンデー、ブラディサンデーが2馬身リード、小次郎ブレイクが3番手ボレ三乗、そしてその後ろから小次郎ブレイク、内を通ってブラディサンデーボレ三乗が先頭だ。ヤエバ無敵がまた言い合わす。1番小次郎ブレイクボレ三乗先頭、1着ボレ三乗、2着ヤエバ無敵。第3レース1着14番2着5番3着11番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。先頭に立ったのは1番ベンドギアです。黒い帽子にご注目ください。これが1番人気のレグナムダルトビラであります。ちょっとばらけてきました。3番ショートケーキ、外から行こうというところ。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。先頭行くのは1番ベンドリアデピン、青い帽子ツインゴールド、先頭はベンドリアデピン、まだ粘っているレグナムダルトビラが2番手、外から懸命にブレイズロワイヤル、グイ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 と他を離した。外からキミッチシェルミー、レグナムダルトビラ楽勝ムード、レグナムダルトビラ先頭1着レグナムダルトビラ。さあこれでポイント争いは大混戦。第4レース1着2番2着13番3着4番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。3番さすが逃げ記憶がちょっと離れている。8番ヒマラヤトイトレイン、そしてもう1頭ディエンドモード、12番タッチストンライン、そのうちに帰ろうかしら、外を通って2番ドンコ。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。ゴールドバダック直線の伸び足はどうか。内から懸命にエリドット、先頭はさすが逃げ記憶まだ粘っているドンコが3番手、内から懸命にヒマラヤトイトレイン、2番ドンコ、3番手にルーンブレード、ルーンブレード先頭に立った。タッチストンラインも懸命に追う、先頭はルーンブレード1着5番ルーンブレード。さあポイント争いはどうなったのか。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に11番、6番、14番、2番、5番、以上のように確定しました。